수학과 동시에 요구해서 교사를 맡게 된 남주. 이게 대체 어떻게 된 거야? 그건 바로 선생님이 부탁했기 때문이었죠. 새롭게 도입한 프로그램 수업, 그 교사를 남주로 채용하려는 것이었습니다. 그 프로그램의 수업이 음악이 이까나すぎて 이마와 결혼한테 이때를 바이데와 나くなって 와かりました! やります! やらせていただきます! という感じで 僕は 女子校の 교단에 立っている. 물론 우리의 호기심 많은 여고생들. 무지하게 젊은 남자애가 서 있으니 궁금할 만하죠. 5월에 18이 になりました. 늘 気になってたんですが, 선생님의 薬指, 指輪 してません? 僕 結婚してるので. 結婚! 나사군가 女子校で 선생님か. 若い女の子がいっぱいの場所だな! 여주의 걱정대로 남주의 인기는 식을 줄을 몰랐죠. 스카스さんは 嫉妬とか しないんすかね? 야, そりゃ平気でしょ. 逆の立場で考えてみてください. 仮にスカスさんが 男子校で ミニスカメイド バニーをやるとして! 家庭がファンタジーになってるよ! とはいえこれは ある意味 チャンスかもしれません. 私の大事な旦那様が 女子高生に取られちゃう! 何よ! 嫉妬ね。 아쏘. ちょっと想像つかないかな。 물론 티를 안 내서 그렇지 질투쟁이인 우리의 여주. そんなの不安じゃないの? いや別に そんなの不安なんてあるものか。 声が震えている。 嫉妬は ツンデレの最終兵器! 何よ! あんな女どもより私の方が可愛いですからね。 まあ2人きりになった時 それとなく女子校の話をして活用してみて。 そしたらきっとナサ君も 그녀의 조언을 받고 은근슬쩍 여고 얘기를 흘려보는데. 야, 別に? 그 가와이 고도가 全然いなかったよ. 저, 스카사짱! 僕は! 君以外の女の子に興味ないんだよ! なんかそういう感じのやつささやいて。 가와이요, 스카사짱! それから? 스카사짱 大好き! もう、そこまで言うなら。 女子校のボランティア、頑張ってね。 いや結婚ってすごいわねジェシーいいもん見れたわね。 물론 여고생은 개뿔 일벌레였던 남주. 학생들을 위한 성적관리 시스템을 뚝딱 만들어왔으니. 나니 아노코 대사이잔! 다다노 야생의 대사이잔! 카레니 테츠닥테모라에레바 와가코와 도나이치이에 니뽕이치노 조시코니 나리마스. 유자키센세와 와가코노 독닌교시잖아이데스카. 에에 독닌교시? 닷다 이마 도뉴사레마시타. というわけで 유자키센세 요러시쿠네. 어, 하이. 그리고 다음날 새로운 라면집이 생겨서 외식을 하는데 어째 반 학생이 합석을 하게 되었다. 유자키 선생! 그녀는 제가 가요ってる 女子校の 生徒で 미야코さん. 그녀가 선생의 오요메さん? 응, そうだよ. 세꼬크 가와이 오요메さんですね. 아리가토. 뭐, 話は ちょっと置いておいて 先に 注文しましょう. 어, そうだね. じゃあ私は この激辛の向こう側ラーメンというのを。 こんな可愛い人がそんなの食べられるかしら? 이래봬도 유명 블로그를 운영하는 라멘 마니아. 라멘 맛에 집중해보는데. 이로뽀すぎて 맨의 味가 飛んでしまった. 集中集中. 旦那様 すごく辛い. 아, 자, 僕が 食べるから 交換しよう. この汗は きっと辛さだけのせいじゃない. 大丈夫だよ. 無理しないでね. あれが旦那様の学校の生徒。 さすがの女子高生 めちゃくちゃ可愛かったわね。 女子高生が可愛い! これはもう世界の真理なの! 仕方がないことなの! つまり目には目を! 埴輪にはパン! 手に入れてきました! おとぎ女子校の制服! 아주 서포트가 기가 막히죠. 바로 시작하여 나타나주시는 여고생 버전 여주. 恥ずかしいけど 나사쿤이 喜ぶって言うから. 아, 진짜 교복안 좋아하는 남자는 존재하지 않거든. とっても可愛いよ. 스카사짱이 行けないんだよ. そんな可愛い格好するから. だって 나사쿤이 可愛い 女子高生に 囲まれてるかと思うと. 스카사짱 可愛いよ. こら! 変なとこ 触らないの! 그리고 다음날 어째 목욕탕에 놀러온 여고생들. 고래가 선생님의 오요메さん까. 가와이! 아노 가와이 오요메さんと 선생님이 결혼してるってことは 오프로とかも 一緒に入ってるんでしょうね. 確かに
あんなおとなしそうな二人なのに。夜はきっとものすごいことに。だからやめなさい。先輩の学校の生徒さんが来てるんすか。ああ、女子高生はテンションが高いよ。へえ、先輩ってモテるんすね。え、そりゃそうでしょう。いくら賢くても嫌な先生の家には来ないっすよ。거기다늦은밤에온문자네요。違う、これは何かの間違いだって。つーん、ちょっと待って、つかさちゃん、ほんとそういうのじゃないんだって。つーん、分かってると思いますけど間違いですから。はあ、このこと誰かに言ったりはしてないですよね。もちろん言わないよ。그렇다면다른사람에게보내려고했던거야?그렇습니다. 그녀를 사랑에 빠지게 한 인물이 있었으니. 나가 고백할 수는 手伝ってもらえます?え?女子校でそんなことに巻き込まれてるの?ただ、僕には告白とかそういうのはわからないんだよね。だからこそ、恋愛には戦略が必要なのよ。相手を影から観察し、ウィークポイントを探し当てる。そうすればこの恋愛、もはや勝ったも当然。여주의조언을받고그녀가좋아하는인물을보러가는데어쩜남주의친척이다銀河君と아야さんデートに見えるのはたまたまなんだろうけど。え、아ちょっと白金さん。사정을설명하며그녀를위로해주는남주마음을먹고그에게고백하기위해말을거는데この辺は物騒だ。気をつけて帰んな。ま、待って。私、あなたが好きです。ありがとうよ。え?男の中の男には恋愛はちょっと難しかったのかな。じゃあ、行ってきます。行ってらっしゃい。ナサ君が今日も女子校に行く。私は、やきもち焼きかもしれない。女子校、若くて可愛い女子たちがキャッキャウフフしている場所。そんなのと比べられ、ああ、うちの嫁こんな感じかと思われたらどうしよう。つかさちゃん。つかさちゃん、こんなところで何してるの。寂しくなって会いに来てくれたのかと思ったよ。そんなわけないじゃない。でも僕はちょっと寂しかったよ。じゃあ一緒に帰れる。この後少しだけ学校に戻らないと。そう。つかさちゃん、旦那様は女子高生と楽しくイチャつこうってわけね。そんなことないよ。僕がイチャつきたいのはつかさちゃんだけだから。新婚ってどこでもイチャつけるのね。じゃあもう頑張ってね。그리고다음날。もう少し愛してるって伝えた方がいいと思うのよ。はあ、なんかつかっちゃんってナサ君に対して愛情表現薄くない？正直ナサ君の愛情に甘えていませんか？つかっちゃんはナサ君に対して愛情の塩対応でもいいと思っている。うそうそ。確かに最近私から好きだのなんだの言った覚えがあまりない。とはいえ面と向かってそういうのってなんか。어떻게든애정을표현해보려했지만도저히입이떨어지지않았으니어?私の好きなところ言ってみて。え?うん。まずはね、いい匂いがするところ。は?つかさちゃんからはね、甘くて優しい匂いがするんだ。旦那様って頭がいいのにたまにバカみたいなこと言うわよね。え?どういうこと?他には?真面目で理性的なのと、抱きしめるとちょっと困った顔になるところが好き。この細くて綺麗な指で美味しい料理や何でもできちゃうところが好き。うん。で、ナサ君に好きって言ったの？え？なぜこっちを見ないの？夫婦っていうのは以心伝心なんだよ。伝心なんだよ。あうんの呼吸ってあるだろ？夫婦に大事なのは言わなくても伝わるってことなのさ。ふーん、なるほど、そうなんだなどと言ってますが、どうですか皆さん。そうね。これは重症ですね。ちょっ、倦怠期の夫婦には刺激が大事って言うじゃない。言葉で伝えるのが恥ずかしいなら態度で示すといいんじゃないかしら。なんかこうエロい下着で誘惑、
的な。これは夫婦の問題なんだから、外野があれこれ言ってくるな。風呂屋来たならとっとと風呂に入って帰れ。とはいえ、愛していると言えていないのは事実なんだよな。言葉で伝えるのが恥ずかしいなら態度で示すといいんじゃないかしら。態度か。오늘만큼은애정표현을하고싶었던여주입이떨어지지않으니그대로붙여버리는요망한여주였으니あなたのお嫁さんは今いつもより可愛い下着を着ています。아진짜이거뭐참을수가없겠죠저래놓고그냥잠을자버리는데거의뭐생고문이따로없었습니다뭔가女子高生みたいな悩みを抱えているらしいじゃないっすか。はあ、そもそも告白なんてもんは考えたら負けなんすよ。はあ、でこの和宮くんで実演してみせると。大好き、抱いて。ね、これならイチコロっすよ。確かにイチコロではあるな。그러면서아이스크림무료권을주는카나메남주와함께편의점에나섭니다。旦那様、ここでクイズです。え、あなたの可愛いお嫁さんは今何味のハーゲンが食べたいでしょう。ラムレーズン。お、正解。すごいわ旦那様。愛する妻のことは何でも分かっちゃうんだよ。あれ、司ちゃん口にアイスついてるよ。え、バカ大好き。何今の可愛いやつ。今すぐ結婚したいしてるけど。あ、司ちゃんはいつもとっても可愛いよ。僕も司ちゃんのこと大好きだよ。